おはようございます。ゆっこです。じゅんです。今日は御殿場ゴルフクラブさんにやってきました。初の2人のラウンドです。確かに。撮影は初めてだね。初めてなんですよ。では、どんな感じなのか楽しんでいきましょう。こんにちは。突然登場した宮下です。今日は本当はメインでお二人でやってほしいんですけれども、1個だけ特別ゲストを用意しました。イエーイ。見たことある人だ。イエーイ。つつさんです。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドライバー作ってもらいます。実は影でドライバーとかアイアンとかいろいろやってもらっている。すごい。いつの間に。今日はなんとラウンドしながらフィッティングまでするという。すごい。エアウェイウッドのフィッティングって何だろうかっていう話をちょっとやっていきたいなと思ってて、はい、カチャカチャカチャとかやるんですか？カチャカチャはやんない。その場でコースで打ってるの見た方がいいっすよねっていう、ちょっと見せていただけるんであれば見ながらこう調整したいなと。すごい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。私の今ウッド系、ドライバーウッドユーティリティ系はこの5本。一番最初に作ってもらったドライバーレアス、次にこのグローレ、夏用ですよね。夏用シャフトが折れちゃって TRPX 刺したやつ、今これをメインに使ってます。まあ、両方飛ぶようになりました。飛ぶようになりました。特にレアスの方が飛んでると思います。ウッドは今5番7番使ってます。これもグローレのヘッドにフジクラのシャフトが入ってる、そのままのシャフトですね。まあ、あんまりうまく打てないというか失敗しちゃうことがあるので、もう5番と7番だけで回ってます。はい、ユーティリティはアキラです。こういうウッド類に対して思うことあるんですか？このフェアウェイウッドとかユーティリティに対してこうしたいなとか。やっぱドライバー変えた時に、もっと打ちやすくなるんじゃないかなっていう期待はすごくあります。距離よりはやっぱりもっとちゃんと当たりそうとか、バシッとはまりそうなウッドが欲しいなと。そうですね。そんな純ちゃんに合わせる形でつつさんは読み切ってどこまで持ってきたんですか？そうですね。3番ウッドとユーティリティを2本。おお、かっこいい。ドゥカスです。ドゥカス。本当に結構重い。ユーティリティ4番、ユーティリティ3番。短い方は。もしかしたら次のアイアンシャフトを探してるんじゃないかなっていう意味のシダの意味でゼロス6、60g 台の一番軽いゼロスを試してもらおう。仮シダ。なるほど。シャフトのお試しみたいな感じ。そういうことです。レアスのヘッドのちょっと重さを足すウェイトを持ってきたので、私が軽くて、これをちょっと重さをグローレに寄せた形にして。振り心地がもうちょっと2つが近づけば、もっと両方良くなるんじゃないかなと。ヘッド軌道めちゃくちゃ綺麗に入ってますね。これよくヘッドに入ってる後でまっすぐがいいっていう人いるんですけど、実はちょっと斜めが一番理想的なんですよ。あ、そうなんですか？それと触ってる場所が端っこじゃなくて一応真ん中についてるじゃないですか。ということはシャフトのしなりとか長さとかが合ってるから真ん中が。で奥までスパーンって抜けてるんで、奥まで抜けてるっていうのはちゃんと芯を打ち抜いてますよっていう一つの目安。これでうまくいかなければクラブが合ってないだけなんで、それは僕の調整ミスと合わない。4番ユーティリティ。影。いや、そっち3番っすよ。あ、そうだ。3番？ダメ。4番。あ、めちゃ良い。いいね。そんな素振りもしないでまっすぐ行こう。あ、でもすごい打ちやすい気がする。素晴らしいです。ね、あとはコースですよね。はい。お願いします。右目。肩の右。ナイスショット。完璧やん。肩の右です。安定に完璧。待って、めっちゃ打ちやすいんですけど。このクラブ。レアスです。お願いします。大丈夫かな。うん、うん、いいっす。下りフォローなので9番アイアンで打ちます。右側からあれ短かったな打ち下ろし見て318です。でも全然飛んでないなこれ。はい、ここはリンゴルフオークオープン11月7日の舞台でございます。そうですね、そうだ。私もここ行きます。下見です。やったリースランド。赤星さんっていう有名な人がいると全米アマ買った人が昔、日本にゴルフを広めたくらいの人が作ったコースらしいです。結構狭いですね。結構すごい。男性は結構 OB が多いかもしれない。35。どうしようかな。6番アイアンでしょ。あ、手が緩んじゃいました。珍しい。おお、あ、右すぎた。どうして？あ、右すぎてるよ。これは52だと届かない気がするんだよ。52ちょっときついですね。じゃピッチングですね。ママ。下り入れて100です。スイムで打ちます。右に出た。距離ぴったしです。左目狙いです。左目狙いがいい。うん、風でいっちゃうかな。あ、風で風あー風がそういうこと風でってあーボギーしか取れません。ナイス。おお、入った。ありがとうございます。ラッキー。はい、じゃあ本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価。コメントお待ちしてます。バイバーイ。